はい、多分最強のリサンドラボトレネ使っていきたいと思います。うん、サポートはリーシンで返し返しノーマルです。簡単にスキル説明。1スキダメージ、2スキ近くのやつスネア、3スキこの飛ばしてて爪が飛んでてそこに飛びテレポートできます。なんで3で近づいて2で固めて1アルティメットでぶち殺してください。6は返し返し。またね、ウルトはね自分にも使うことができてね、あの自衛スクリーンにもなりますんで自衛してあげて、で1スキはこのミニオン巻き込みつつ敵に当ててあげて、リシンきついよね最初。最初に巻き込み、巻き込みリップ失礼するぞい。でも殺せるくない、これウィスキル湧いたら教えて。オッケー、マッシュの方が一回やるなら。よかった。ちょ待って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 、俺から行くって。いや、うん、お前、まあ、3レベルでいいか、行くの。君3レベルでいいもいいよ、大体何も知らへんやろこれ。うん、いつも切る。どんなもんや、守備は。敵の数と配置は、ね、苦手ない。あまぶらー、苦手ない。なこのように3で突っ込んで2でスネアでいるぞ。なんだ、フラッシュあんのかこいつ。帰りてえ。あー、リシンサポ楽しい楽しい楽しい、よろしいよっす。でもこれミッドだったら確かに水星でもいいな。ボットだと電撃とかのはいいと思うけど、まあ、水星が弱えような気はするけどな。もう行っちゃいますよ、それも。止まっておりますわ、リーシンハン。ゴレベになりたかったんですわ。ほんまですな。ん？ナイスやん。任せとってください。俺が竹取ってさ、ウルトであれしようや。あ、それ最強やね。最強じゃない？2剣いる。合うぞ。やめとこうか。あんたスネアで一生止まっとき。近づかへんかったらウルト打たれんけどね。愚か者がおったどう今。ええねえね、こんでええねん、自然の方言うてな。おいでこいつ全部切るとるや。お前すんまへん、えらいすんまへんな。えらいえらいわ。何やつ、これとか見えてんだ。ライブ氏に技だったね、たぶん。あとあんまりやりすぎて降参してまうだろう。それはそうやねんな。とりあえずこうすればいいんじゃない、これ。無理か、さすがに。ちょっとヘルスが心もとないね。意外とこれね、ダメージあるからね、ファームこれで取れんだよ。
どんな感じ。相手のジェフをドスカイ積んでる。味方ちゃんと負けてくれてる。ちゃんとっていうの。いいね、調整が悪くなる。ジャングル降りまへん。最後戦う。あ、待って、ミスったスキル、ごめんなさい。ポン、自分ですな、打つなら。今みたいな時自分なんだよな。相手降参してまいります。これほんまによろしやす。いやでもマジダメージ出るなこいつ。こっちに来て私を拾って。マイクロミミック、プッシュファイヤー。すげえな。お、すげえ、マイクロミミック。俺ワンパンで削れるんだ。リサンドラマジやりてえ、これランクで。ね、俺もサポートリーシーやりてー、めっちゃ楽しいんだけど。見といて、同級のただのエンゲージじゃない、同級のエンゲージだ。あーすごい、大丈夫、ね、これが同級のエンゲージ、これが同級のエンゲージだ。ウルトナイトだ。でウルトあったらワンパンできるってやばいな、リサンドラで。そういうキャラちゃいます。嵐と殺されたわ。ただのエンゲージじゃねえぞ、同級のエンゲージ、ドエンゲージだ。見さらせやー。うわっ、つえっ、つえリサート。ド級のエンゲージじゃん、これマジで。エグチーズバーガーじゃん。エグチだね。え、これもしかして3上げ加工のワイリフだと。いや、これ3上げだな、1、3。ミスったら何で2上げたんやろ。3上げだよな、絶対。ダメージの伸び方も。すげえし。ほほ、ウェーブクリア宇宙一、絶対直されます、これ。マジ、今しか遊べない、このリサンドラは。待って待って、このラックさ、マパックしてるかも。え、嘘、本調、こんなことあります。うんうんうん、してるしてる、多分自分によると打てねー。自分によると打ちたいな、たまには。
ました。いや、してないか。気のせいか。さすがに。さすがにノーマルで。ノーマルでマップアップするやつおんの。でも単回転に打ってみたいな。どんぐらい出るんやろ。敵チームがドラゴンを倒しました。スタンダードスカイ行ってみよう。リーシン、もはや止めるあれが作ったんこれマジ。ワニフの調整ってバカなの。モーションあるけど。さすがに敵なんか警戒し始めたの。なんか音打ててないな。あーもうなんで打てないのもう。あームカつく。操作性に慣れてねー。集団戦でゴッドエンゲージ決めたいな。集団戦だと起きないか。集団戦なんて常に起きてるけどね。いや5対5のこいつエンゲージ力ってこいつさ自分にウルト打つのむずくね。え普通にポンってウルト押したら自分になるのかな。試してみよう。試し慣れした方がいいね。ゲームクリア行かれてるけどこれ大丈夫そう。でもダブリって伸びないよなそんなに。ダメージそんな伸びないよ。こういうこと。うっひょー。はいどうぞー。これこれこれですよ。リサンドラってフミパーや。フミパーういなんかルブラン見てるみたい。そうそうそう。いや気持ちよすぎるねこれ。これです。リサンドラに大事なのはこれです。遊ぶ心。うん遊び心じゃないよ。え違う。エンゲージ力です。エンゲージ力か。はい。待ってウェーブクリア早すぎるこれ。誰が作ったのこれ。よしリサンドラはこれにしようって誰が言ったのこれ。どんぐらい出るんだろうタンク相手って。あんま出ないよね。635結構出る。あいつ殺せるかな。やってみよう。うわあ殺せんだ殺せんだこれ。
なんか柔らかいよね、でも。いや、まあそりゃね、パンテオンだって柔らかいやん。まあまあまあ、まあ、バーストで殺してくるだけで。あれだな、覚醒したソウルシスターしても合うな、これ。こんだけバースト出るんだったら。そう、なんかね、積んでた、中国の人も。うん、合うわ、相性いいわ。え、バーストバカじゃん。これはちょっと楽しいな。また新しいおもちゃだな。ジュレックス君、俺のこと見て。うん、ウェーブクリア行くよ。うん、バカじゃん。バカじゃん。作ったやつバカだよね。バカだね。行くよ、レックス君、レックス見て。え、これ作ってるバカだよね、さすがに。バカだね。一番早くね、ウェーブプッシュ。ウェーブプッシュだもん、一番早い。え、バカじゃない？これ誰が、誰がこれゴーサイン出したんやろ。課長、課長、うん、オリアナもこれぐらいか言うて。ウェーブクリアってどうでもいいんだな、ゲームで。大事やけどね、このゲームにおいて。うん、マジで早いけど。え、勝つお前。X くん取るんかい。いや、取られそうだなと思ったから。取れるんかいってことやね。ああ、スマイトないもんね、だって。違う、自分に押し、違う。いやー、もう、違う、もう今のは自分に打ちたかったんだもん。むず。関西人みたいないじけ方すんなよ。いや、えらいえらいわ。何がやねん。俺もえらい、えらいえらいわ。どこがや。えらいえらい、えらいえらいわ。あ、だから検証や。あ、だから敵に突っ込んでウルトポンと押したらどうなるのか。これヘクステク、 TX 誰も取んないじゃん。俺取るか。あ、初めての TX。 いや、俺何回か乗ってるね。はいはい。え、いや、本当に乗ってるもん。 いいよいいよ、分かった分かった。もう乗ったんでしょ。嘘じゃないもん。何のこれ意味がわからんこれ。何で攻められてるんやろ、レックス君は。てかさ、そいつ一人おらせてさ、ミッドにバロン取れるぐね。それはそうねえ。あ、もうこれえらいえらい、あ、えらいえらい、えらいえらいわ、えらいえらいわ。まさか負けてない。なんかもう4人に一応当ててみたけど。うーん、エートロックス最強。うわ、やばい。でもスキルがガチャガチャだこの人。えらいえらい、楽しいな。でもリサンドラ、ん？なんで？えらいえらい。えらいえらい。ワンワン。何気にまずくね。うん、まずいように見える？見えない。任せろり。いや、ちゃんと俺一緒に戦った方がいいな、さすがに。もうそろそろ一人じゃ変えられない。
あ、CC 豊富だからな。橋本かーんな。全然繋がってないやんけ。豊富だかーんな。オッケーオッケー、フルビア、これで。それ偉い偉い、それ偉い偉い。偉い偉い。エルダー相手持っとるのに偉い偉い。偉い偉いわ。これは偉い偉い。何をしとんのや、ワイ。静まりたまえ。静まりたまお。いや、いい、いい、取っちゃいます、それは。うわぁ、やれそうやったな、今の。これ、GG 取っちゃいますね。ん？え？これ、GG 取っちゃいますね。ミニオンがおらへんけど。いや、大丈夫や。おもろ。うわ、強いね、でも。別にこういう使い方せんでも、明治としても強いもん、普通に。ちゃうねん、そいつスキルの使い方が。エイトロックス。エイトロックス、足は速い。避けて、リホ来て、ノックアップ食らって、通常、通常。任せろ。レックス、スイッチパンでテント高かちゃう。あ、これフルビア当たっていいで。やっとうかな、相手。もはや止めることはできない。うわぁ、What's up, キャビー What?これ最後何で死んだやろ、受け残してたんやけど。ブランディア、ブランディアかな。やばい今の。え、こいつ気持ちよ、爆弾やん。テクスティックバロン取るときクソ強いんだけど。ルーレンで死んでるわ俺。誰かの。ラックスやね、そしたら。敵のタワーを破壊しました。我が真の力を世界は忘れている。あ、しゅちゃんそれもえらいえらいわ。うおーイヤッホーよっ、ああ強くね、エリサンドラ。やばいね、ダメージおかしいよマジで。おかしいよね。うん、いワンワン。DJ ワンワン、すげえダメージ出んな、明かりの。だって冠水みたいな入り方になってない。うん、はい、なってるなってる。ね、だけど3スキン2スキンだけでダメージえぐいわ。おかしい、マジで。6万5000。やっぱ、これ最強ですね、皆さん。取れたら絶対取れましょう。でも検証、自分になるのかな、あれ、結局。ちょっとガレンに試してみよう。ポンって押したら、ポンって押したら自分なんだったら結構熱いけどね。だったらもうだってフラッシュアルティメットしてすぐポンって押すだけでいいから。いやでも射程圏内に敵いるんだったら。敵いないそうだよね。
なりそうだね。どっちなんだろう。これ設定で変われなかったっけ、そういうスキル。あ、自分にあるとかって。そうあったっけ。あった気がするけど。すげえな。なんだろう、こんなダメしてたらダメだけどな。ブリンクで半 CC 持ちでこのダメージやったらバグじゃねえ。ナイフ、ちょっともうちょっとダメージ全体的に落とさん。運営さん。確かに。まあでも設定で見れるの、味方のバフのターゲットの優先度と、うん、全般的なターゲットの優先度やね。あ、じゃあないか。あ、でも自分だわ。自分？うん。え、多分自分だよ。自分なんだ一応。あ、自分だわ。あ、なんだ。これ先に知りたかったな。でさっき頑張って、あの、自分を狙おうと使おうとした時に敵に行っちゃってたってだけか。いや、ポン押しがいいんだね。俺ポン押ししてなかった、ずっと。あ、ポン押しでいいんだね。なるほど。ですって。まあだからね、こういうとこ強いよ、マジリサンドラ。こういうとこにいて、こっからパンって入って、一つに CC 当てて自分に寄るとみたいな。回復力渋いな。ワイリフ、まあこんなもんなんだけど、ワイリフで考えたらかなり渋いな。それフルビーマン。うん、うん。ビルド積んでないからじゃね、回復渋いの。あー、そういうこと。うん、さっきめっちゃ回復してたよ、だって。マジ。うん。ちなみにすぐ撃つと、あ、これすぐ撃つと、あ、すぐなるよね。で、あと、技アップもう一個あって、うん、あの、このお買い物しながら ここで出しといて、お買い物してパッて戻るっていう、ちょっとだけ早く戻れます。あと壁の中にそれ打ったら向こう側にちゃんと出るようになるよね。ああ、そうかも。うん、あ、本当だ、めっちゃ回復するわ。うん、ああ、やば。範囲ダメージでもかなり出るな。ね。すげえな、範囲ダメージ。あ、書いてあるわ。自動エイム使用時やフローズングレーブを自動的に自分に使用するって。ありがたいね。ありがてえ、これ。いや、これマジ助かるわ。これはね、すごい助かる。なんで皆さんもね、結構簡単なんで、リサンドラ。よかったら使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくねー。